皆さんこんにちは、ケンです。はい、本日はタイトルにある通りなんですけど、私が所有している車レヴォーグなんですけども、こちらをよりサイクルライフを楽しく、あとは車載を楽にするために、仕様を変更しようと思ってます。でこちらのレヴォーグなんですけど、もう3年経つんですけど、なぜ今までキャリアを取り付けなかったかっていう話になるんですけど、まあ、そちらについては私のですね、まあ、通勤環境っていうのが、片道60キロ高速道路で、毎日、まあ、往復すると120キロなんですけど、そういった長距離の通勤をしてました。そうなるとそこに、まあ、ルーフキャリアなりをつけちゃうと、ちょっとでも燃費下がっちゃうと通勤手当がもったいないなということで、今までは車内に車載するっていうことをしてました。私どもの動画はですね、初期から見ていただいている方は分かると思うんですけど、そういった車載関係の動画は3本上げております。で工夫次第でもう車内の方にはレヴォーグだと2台は積めるんですけども、あの動画を見ていただいた方は分かるように、結構レヴォーグってあの車高が低くて、まあ、完成車で縦積みしようとしたら絶対できないですし、仮にフロントホイール外して身の裏のバーゴとかを使ってやろうとしても、サドルを下げなきゃいけないっていう問題とか、あとはまあ横積みしたとしても2段でテーブルみたいなのを作って、その上に、まあ、下にキャノンデール、上にクォーターみたいな感じでやってたんですけど、結構積み込みが手間で苦労してました。まあ、今回ですね、毎日片道60キロっていう通勤環境が変わりましたので、そろそろルーフキャリアを導入しようかなと。で理想はシマノカーとかマビックカーみたいにルーフの方に、まあ、自転車とかホイールたくさん積んで、そうですね、レヴォーグは5人乗りの車なので、まあ、4人で4人プラス4台のバイクを積んで旅行とか行けるような仕様にできたらなと思っております。それでどこのメーカーのサイクルキャリアを買うかっていう話になるんですけども、有名どころでいくと、イノ、テルッツォ、あとはスーリっていう3つに今絞りました。実は今あの県の Vlog っていう方では紹介したハスラーはイノーの、ルーフキャリアを使ってて全然不満とかも ないし、あと安価な価格帯で買えますので、まあ、最初はイノーにしようかなと思ってたんですけど、ハスラーのルーフボックスもレヴォーグに移植もできるもんですから使い回しができるなと思ったんですけど、結論から言うとスーリーにしました。で理由なんですけど、スバル乗りのスバリストの方だったら分かると思うんですけど、スバルとスーリーの関係っていうのは、まあ、例えば車種に対して共同開発で専用のキャリアを開発したりと、どうもネット情報だとしてるみたいで、まあ、それをちょっとまあ今日スバル販売店の方に行って確かめては来たんですけど、まあ、確かにスバルっていうのはあのこういうふうに、まあ、スーリーのカタログがあって、まあ、純正オプションとしてスーリーを押してるんですよ。まあ、そういった点も考えると、まあ、スバルの車とスーリーっていうのは、まあ、相性もいいし、まあ、私自身も使ったことない、メーカーなので、ちょっと使ってみようかなと思いました。で今日こちらのカタログをもらいましたので、これを見つつ、まあ、スーリーのサイクルキャリアっていうのはどんなのがあるかっていうのをちょっとご紹介しつつ、最終的にとりあえず何を買ったかっていうのをお話ししたいと思います。で今回なんですけど、こちらのカタログでちょっと今から喋ろうと思います。最近ですね、ちょっと YouTube の規制とかもね厳しいので、まあ、著作権の関係ですね。パソコンの画面を録画して映す方が、まあ、綺麗な映像でお届けできるんですけど、リスクは負いたくないのでやらない感じですね、うん、はい、こちらがスバル販売店さんからもらったスーリーのカタログです。スバル専用ですね、はい、まずルーフキャリアつける上でこういう風に、ベースキャリアっていうのを取り付けなければいけません。要はバーですね。バーを2本取り付けなければいけないんですけども、まあ、種類いろいろありますよね。スクエアバーとかウィングバーとかウィングバーエッジとかで、ここでは特徴述べないんですけど、結果から言うとウィングバーエッジっていうものを取り付けます。
こちらはまあバーがアルミ形状でかつエアロ形状になっているので風切り音が少ないっていうとこと、まあ、ウィングバーエッジっていう名前の由来としては、まあエッジの部分、まあ、端っこの部分が要は車と一体化するような、デザインになってます。まあ、そういった、まあ、レヴォーグと一体化させたいなと思いもあって私はウィングバーエッジをセレクトしました。で次にサイクルキャリアをの種類なんですけどね、まずこれは知ってる方も多いかもしれません。このサイクルキャリアはプロライド598というものになります。これどういうふうに固定するかっていうと、フロントホイール、まあ、完成車の状態のまままず詰めるっていうメリットがあって、フロントホイールとリアホイールを、まあ、ベルトですね、ベルトっていうとどんなのが良いかな、スノーボードとかスキーとかブーツを固定するためのベルトと似てるようなやつですね。そういった頑丈なベルトをまずフロントとリアに固定します。でこの長い棒があるんですけど、これを、ダウンチューブですね、ダウンチューブにかませてやります。でそれはダイヤルを回すだけっていうので結構手間もかからないんですよね。でこれが一番の多分有名どころ人気商品になります。で最近は、カーボンフレームの対応のこういったアダプタですね、ここおそらくゴム素材になってると思うんですけど、それをダウンチューブに巻いてからこれで固定するっていう感じですね。黒森とかアルミとかはこのままつければいいと思いますし、まあ、そんなカーボンフレームでも気にしない方はこれで取り付ければいいとは思うんですけどね。で次がアップライド599っていうやつですね。これはですね、その今紹介したプロライドよりだいぶ高いですね。高いんですけど、あの最近出たやつっぽくて、まあ、最近っていうとちょっと数年前になっちゃうんですけど、まあ、これはどういう固定の方法かっていうと、このでかい、なんて言えばいいかな、ベルトで固定するのは後ろだけで、前はフロントホイールをこういうふうにクロスさせてがっちり固定して、するタイプです。でこれのメリットはフレームに固定するの嫌だなっていう人のために開発された、やり方ですね。で次これは、まあ、フロントホイールを外さなければいけないっていうこととスルーアクセルのものですね。でちょっとお値段が高いです。もう4万超えてます。スルーアクセル、まあ、要はディスクブレーキのもののキャリアっていうのは高いですね。に対してキャリパータイプのものはその半額で買えちゃうっていうやつですね。そう細かく見るとその固定方法違うかもしれないんですけど、私がカタログで見た限り、まあ、価格が2倍、こっちの方がこれより高いんですけど、まあ、ディスクブレーキ用のキャリアってまだまだ高いんかな、まあ、複雑なんかなと。ちょっとディスクブレーキ持ってないんで何とも、ちょっと語れないんですけど、はい。で次これですね。でこれはさっきのプロライド、これですね、人気のこれとすごい似てるんですね。完成車の状態で、詰めるんですけど、まあ、フロントとホイールにまず固定しますと。でダウンチューブに固定。でこれの違いなんですけど、これはさっきの、だいたいプロライドの半額ぐらいの値段で買えます。で何が違うかというと、このフレームホルダーっていうやつですね、このダウンチューブに留めるところ。でこれが、要はクイックリリースみたいな感じなんですよ。見たらクイックリリースみたいなやつでくる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 回して、あの横からガチって固定するっていうタイプですね。うん。に対してさっきのプロライドは上下からこう今このダイヤルだけでパチってはめれるしっていうタイプですね。おそらくそのクイックリリースの機構とダイヤル式の機構との違いかな、違いでどうなんでしょうね。ちょっとざっくりここのカタログだけでは、まあ、その要はダウンチューブの固定方法だったり、ここのサイクルキャリア自体がそもそもこれ直線的で、こっちはちょっとまあ、カーブを描いてるような特殊な作りになってるんで、まあ、そういった、
前方から受ける空気抵抗の、まあ、空気の、まあ、風の流し方とかももしかしたら違うかもしれませんね。あとはなんかカーボンに対応してるとかも書いてないので、もしかしたらこれクイックリリースでガッチリ掴むタイプなので、どうなんでしょうね、はい。まあ、これが、スーリーから出されているサイクルキャリアの一覧になります。で、結論から言うと、まず、順を追って買おうと思ってます。で、まずは、これもう一般的なプロライド、プロライドと、うちはカーボンのフレームなので、カーボンフレームアダプターっていうのをセットで購入してみようかと思ってます。目標は4台積載して、4人乗車っていうスタイルでこれからやれたらいいなと思ってるので、おそらく将来的に、まあ、近々ですね、まあ、これをちょっと自分が使ってみてから、まあ、このアップライドなのかこのフリーライドなのかっていうのをちょっと検討したいなと思います。はい、ということなんですけども、ベースキャリアとサイクルキャリア自体は私個人でつけようと思ってます。ね、私車がすごい好きで、車のいじりっていうのはすごいやってて、まあ、基本簡単な作業であればできます。ある程度できます。ハスラーのキャリアとかもルーフボックスも全部自分でつけたりとかしてますし、ちょっとパッと見た限り全然大丈夫そう、必要な特殊な工具もなくてもできるような感じだったので自分でつけたいと思います。で、このシリーズといいますか、次はこのスーリーのものをレボーグに取り付ける、実際に自転車を取り付ける、で、あとはレビューですね、プロライドがどうだったかっていうのをレビューしつつ、まあそうですね、次のルーフキャリアをどうするかで、はたまたそのバックドアにつけるタイプのサイクルキャリアも導入してみるかとか、あとは車内ですね、車内のインテリアもサイクルライフに合わせて、例えば工具を入れる場所を作ったりとか、ちょっといろいろしたいなと、もうそのトランクルームにいろいろ棚設置したりとかいろいろしていきたいなと思ってます。はい、まあ、ロードバイク、クロスバイクの車載動画っていうのは、これから、まあ、ちょくちょく 2,3 本程度上げようかなと思ってます。はい、本日の動画は以上となります。よければ高評価とチャンネル登録が励みになりますので、よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。